ケープカナベラルでテスト発射されたタイタンアイタイタンはアメリカ合衆国の大陸間弾道ミサイル及び人工衛星打ち上げロケットである ICBM として退役後も衛星打ち上げようとして改良が続けられアメリカ空軍の軍事衛星や大型衛星の打ち上げようとして1959年から2005年まで運用された 計3 6 8機が打ち上げられ、その中には1960年代半ばのジェミニ、有人宇宙船の打ち上げも含まれる。タイタンは1980年代以末に、アメリカの大陸間弾道ミサイルの削減まで、一翼を担うだけでなく軍用の衛星と同様に、民間の衛星の打ち上げにも使用された。タイタンは同様に高い成功率で、火星や木星や、 土星や天皇星や海洋星への探査機を打ち上げた。タイタンの名前は、ギリシャ神話のティタンに由来する。詳細は、タイタン I を参照マーティン・マリエッタ社によって、核弾頭を備える ICBM として開発された。当初、先行したアトラス ICBM の開発が難航したため、バックアップとして、タイタン I が1955年に開発着手された。二段式で、タイタンシリーズで唯一、 RP-1 と液体酸素を推進剤とする、1959年初飛行、1962年から運用が開始され、その後改良型のタイタン2に置き換えられ、1965年に退役した、第1弾、第2弾ともケロシンと液体酸素を用いたエンジンを採用している。サイロから発射されるタイタン2詳細は、タイタン2、タイタン 2GLV、 および、タイタン 23G を参照、タイタン I を改良した ICBM で、1962年発、飛行、第1弾第2弾ともハイパーゴリック推進剤で、R4 酸化に窒素とエアロジンマイナス50を燃料として用いたことにより速応性が向上している。タイタンシリーズでは、最も多く生産され、打ち上げロケットとしても転用され、タイタン 2GLV は、 NASA のジェミニュ計画に用いられた ICBM としては LGM-25C タイタン2として1963年より部隊配備が開始1987年まで運用されたミサイルサイロよりホットローンチされる2段式液体燃料ロケットであり核弾頭1機を搭載し射程は 16000km 整備にはデリケートな部分があり 1980年にはアーカン総集リトルロック空軍基地で作業員がミサイルサイロ内で落としたレンチがミサイルに当たって燃料漏れを起こし爆発。作業員一人が死亡。各出力 9MT の核弾頭が約200メートルも吹き飛ぶ事故が発生している。1987年に ICBM としての運用を終了。打ち上げロケットのタイタン 2GLV としては ICBM 配備開始直後には転用を始めている。1964年4月にジェミニ1号の打ち上げに成功。引き続き、1965年1月に無人のジェミニ2号打ち上げに使用され、1965年3月、ジェミニ3号以降は、有人宇宙船の打ち上げに用いられた。以後計画最後のジェミニ12号まで、計12回の打ち上げに使用され、 全打上げに成功している。最初のタイタン2は誘導装置にマサチューセッツ工科大学のドレイパー研究所が原型を開発して AC スパークプラグが製造した加速度計とジャイロスコープから構成される完成誘導装置が搭載された。ミサイル誘導コンピュータは IBM 製の ASC-15 だった。後に改良されたデルコ社による ユニバーサルスペースガイダンスシステムに換装された。ユスグスはカルーセルフ4 i ムとマジック352コンピュータを使用した。1980年代末からは複数の退役したタイタンツーが再整備の上衛星打ち上げロケットとして再利用されている。バンデンバーグ空軍基地から13回の打ち上げを実施している。このロケットの最後の打ち上げは2003年10月18日に 打ち上げられた防衛気象衛星計画の気象衛星の打ち上げである。タイタンファイドタイタン3はタイタン2シリーズの拡張型であり、固体燃料補助ロケットなどの追加を行い、衛星の軌道投入能力を向上させたものである。アメリカ空軍によって、アメリカの大型軍用衛星やベラ、ホテル核実験監視衛星のほか、観測、偵察衛星や防衛用通信衛星の打ち上げに、 使用することを目的として開発された。商用利用もなされている。当初のタイタン3の誘導装置は、タイタン2からの AC スパークプラグ社が生産した、完成誘導装置と IBM の ASC-15 誘導コンピュータだった。タイタン3の ASC-15 のコンピュータのドラム式記憶装置は使用できるトラックが20、追加されたことにより、記憶容量が35%増えた。 より先進的なタイタン3は、デルコ製のカルーセル6スイムと、マジック352誘導コンピュータが使用された、タイタン2に3段目を追加した3段式ロケット。試作機であり、1964年から1965年にかけて4回の打ち上げが、バンデンバーグ空軍基地において行われた。タイタン5は4つの異なる形式があり、 タイタン2に3段目を追加した3段式ロケットである。この組み合わせは、KH-8 ガンビット3シリーズの情報収集衛星の打ち上げに使用された。すべてバンデンバーグ空軍基地から打ち上げられ、国軌道に投入された。ペイロードの最大重量は、約7500ポンドである。1966年から1987年にかけて70回の打ち上げが行われている。 タイタン EEA の両側に2本の大型補助、固体ロケットブースターを追加することにより打ち上げ時の水力が大幅に増えペイロードの重量が増えた。タイタンファイクのために開発された固体燃料補助ロケットは従来の固体燃料ロケットと比較して、ただ単に大型で水力が大きいだけでなく、水力変更装置を備えると、先進的な技術が盛り込まれていた。 1965年から1982年にかけて36回の打ち上げが、ケープカナベラル空軍基地より行われた、タイタンファイクの上段のトランステージを持たない二段式、構成、主人道による定期道へのキーホール級偵察衛星の打ち上げに使用された、1971年から1982年にかけてバンデンバーグ空軍基地において22回の打ち上げが、 行われたタイタン2に高飛水力の3段目及び SRB を追加した3段式ロケットアメリカ航空宇宙局のボイジャー1号、2号の打ち上げやバイキング火星探査機等の探査機の打ち上げで徴用されたケープカナベラル空軍基地より7回の打ち上げが行われている3段目4段目にユスを用いた4段式 SRB 仕様 軍用及び商用として1982年から1992年まで運用。タイタン 4B の最後の打ち上げ詳細は、タイタン4を参照タイタン4は、両側に固体燃料補助ロケットを備えた拡張型のタイタン3で、スペースシャトルチャレンジャー爆発事故後、大型衛星部打ち上げ能力を維持するため、アメリカ空軍が開発したもの。 三段目にセントールロケットや NASA のアナーシャルアッパーステージを用いたり低軌道へ投入する場合は第三段を搭載せずに打ち上げられる場合もあり低軌道へ投入されるペイロードは 17,700kg に達する主に軍用や情報機関の衛星の打ち上げに使用されたが1997年の NASA と ESA の共同のカッシーニ土星探査機の打ち上げのように 純粋な科学探査機の打ち上げにも使用された。1989年初飛行後、1997年までは成功率90%以上を維持したが、1998年に連続3回打ち上げに失敗している。2004年、ロッキード・マーティン社は高価なタイタンに代わり新設計のアトラス V の使用を決め、タイタンは2005年10月19日の偵察衛星の 打ち上げを最後に引退した。タイタン4はアポロ計画で使用されたサターン部位が引退してからはアメリカで使用された無人ロケットの中で最も強力なロケットであった。製造と運用が高額なので現在はタイタン4は使用されていない。タイタン4はアメリカ国防総省と国家偵察局が衛星打ち上げのために運用を必要としていたが、偵察衛星そのものの長寿命化とさらに ソビエトが崩壊してからはアメリカにとっての安全保障上の脅威が減少し需要が先細りになった。これらの出来事と技術の進歩によりタイタンーで人工衛星の打ち上げに使用する場合、極軌道へ衛星を打ち上げるバンデンバーグ空軍基地の地上設備の運用経費を含む1回あたりの打ち上げ費用は非常に高額になった。極軌道以外の軌道へは フロリダ州のケープカナベラル空軍基地からも打ち上げられた。ハイパーゴリック推進剤も参照ミサイルを格納する地下サイロのような閉鎖された空間では液体酸素の使用は危険で燃料タンクに注入された状態では長期の保管は不可能である。初期の大陸間弾道ミサイルであるいくつかのアトラスとタイタンアイはサイロで爆発、破壊された。マーティン社は 強化型のタイタン2の設計において、貯蔵に極低温貯蔵施設を必要とする RP-1 液体酸素の組み合わせから常温で貯蔵できる推進剤に変更した。いくつかの第1弾ロケットエンジンは改造され、使用された。第2弾の直径は第1弾よりも大幅に増やされた。タイタン2の自己着火性推進剤は、 燃料と酸化剤が接触するだけで点火するが、同時に、それらは、毒性と腐食性が強い液体でもあった。燃料は、エアロジンマイナス50で、酸化剤として4酸化に窒素だった。タイタン2のサイロではいくつかの事故が起こり死傷者が出た。1965年8月にミサイルサイロ内で、油圧系統を使用していた、作業員が53人火災で死亡した。 液体燃料のミサイルは、毒性のある推進剤が漏れる傾向が認められた。1978年8月24日、サイロ内のミサイルから推進剤が漏れたことにより1名が死亡した。後に、他の基地で燃料が漏れたが閉鎖され死者はいなかった。1980年9月、タイタン2のサイロで作業員の不注意から工具を落下させたことにより、ミサイルの表面に、 穴が開いて水浸剤が漏れ、点火して8000ポンドの核弾頭がサイロの外へ飛ばされた。数百フィート飛ばされて着地したが無害だった。この事故はタイタン2を ICBM として使用することをやめるきっかけの一つとなった。2005年をもってタイタンシリーズはすべて退役した。最後のケープカナベラルからのタイタンロケットの打ち上げは2005年4月29日に成功した。 バンデンバーグ空軍基地からの最後の打ち上げは2005年10月19日に成功した。タイタンは毒性が強く扱いには最新の注意を払う必要がある。ヒドラジント4酸化に窒素を使用しており、液体水素や RP-1 を燃料として液体酸素を酸化剤とする高性能ロケットと比較し、はるかに高コストである。顧客であるアメリカ空軍は、 発展型使い捨ステイロケット計画を推し進めた。それを受けて、タイタンシリーズの製造者であるロッキード・マーティン社は、アトラスロケットを強化し、アトラス部位を開発するとともに、従来タイタンが担当していた、中規模から大規模な重量物の打ち上げにはそれぞれ合弁事業として、ロシアのプロトンロケットやボーイング社のデルタ4を使用することを決めた。約20機のタイタン2が、 アリゾナ州通村近郊のエアロスペースメンテナンスリジェネレーションセンターで廃棄化記念碑にされるタイタン2の模型がカンザス州ハッティントンの天球と宇宙館に展示されるありがとうございます。